お待たせしました。何ですか、寒い、手がかじかんでます。はい、皆さんこんにちは、まゆみんです。今日も寒いですよ、息が、そんなに白くないか。はい、今日はですね、実はここ、大鈴屋さんというね、焼津市にありますお豆腐屋さんに、予告動画を撮りに来ました。今度まゆみんの綺麗になりたいのゲストに出演していただこうと思って、出演交渉に出演交渉に来たわけです。あー、寒くて口が回らない。あ、お寿司屋さんの鈴木さんいるかな。じゃあ中行ってみましょう。まゆみん自転車で来ましたよ。ここが、ね、入り口、あきらい中ってありますから、作業中にいいですか、あんなの入って。そうで、今度ね、まゆみんの綺麗になりたいの、あの YouTube、ユーストリームの放送ですが、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。1月の21日の月曜日ですけども、夕方大丈夫ですか。お一人で全部仕込みからね、製造から販売までやってるんですもんね。頑張ってますよね、本当に。冷ややっこで食べたいらしいんですよ、こういう味の濃いお豆腐っていうのは、確かに味も濃いから、そのままでダイレクトに食べたいっていうのかな。そういう方が多いのかもしれないですね。私は今日買ってたら湯豆腐に早速したいと思う。いいですよね、湯豆腐もね。湯豆腐の作るにあたっての火は火はお豆腐誕生までの火はいはい、とかこうご苦労とかね、いろいろあると思うのでね、その辺をお伺いしたいと思いますけど、はいね、はい、大鈴屋さんのお豆腐にはすごい秘密があるんですよね。普通のお豆腐じゃないんですもんね。ね、その秘密は丸ごとパウダーにしてしまうんですよ。で、そのパウダーっていうのがこれなんですけど、ちょっとこうね、ソースなんかと攪拌して、で、グツグツここで煮て豆乳にする、うん、そこから豆腐にするものですから。そのおからを捨てるのもったいない。もったいないもったいないって、もともと豆腐屋に勤めてたんですけど、そこでもったいないっていう発想から、ちょっとまあなんとかしたいなって思って、こういうものができたという、すごいこう発見だし、おからにはあのやっぱりそういい作用があるんですよね。おからを食べるっていうのはやっぱりこう食物繊維だから。そうですね、もう食物繊維とか、あと大豆、イソフラボン、サポニンってね、今あの話題のものですけど、それをほとんどおからで逃げちゃってるんですよ、お豆腐っていうのは。ですので、あのこれも全部使うってことで、もう大豆の栄養丸ごと取れるっていうね。素晴らしいですよね、この発想で。ほら、地球のためにもいいじゃないですか。そうですね、捨てるものがないからエコでしょ。そう、今それこそあのおからっていうのはもう社会問題になって、処分がで今はもう産業廃棄物なんですね。なもんでもお豆腐屋さんなんかはもうお金払って処分してもらってるっていう、そういうレベルだもんですからね。でもね、栄養たっぷりだもんで、もったいないじゃないですか、ね、それが産業廃棄物ってちょっとおかしいですよね。うん、やっぱ食べた人は分かるでしょ、違いが。ああ、そうですね食べれば分かるよ ね、はい、衝撃的でしたってあの言ってくれる方もいらっしゃいますねそういうの聞くとね、本当嬉しいですね。そうですね、作ってよかったなっていうところですよね。はい、私もね、本当一回食べるとこのやっぱりこう違いがね、やっぱ濃いというか味が濃くて、お豆の美味しさがそのままダイレクトに伝わるっていうか、お豆食べてるなっていう感じがしましたもん。最初衝撃でしたよ。ありがとうございます。感動でした。ありがとうございます。ぜひ皆さんにもこの感動をね、そうですね、味わってほしいですよね。そうですね、はい、グツグツ煮て豆乳ができたものを、これ冷たい今4度のあの水なんですけど、そこにザブンってつけて、自家製の攪拌機で、手作りなんですね。手作りで、そう、はい、それからそう、一番そのいいことにもう一つ言うと、海洋深層水仕込みっていうのがいいですよね。そうですね、はい、焼津の駿河湾海洋深層水ってことで、駿河美人と、ね、駿河美人、ね、
300g の、まあ、重点豆腐っていう形になってるんですけど、はい、300g で、大豆の食物繊維も全部入ってるんで、うん、1丁でレタス約3個分の食物繊維が入っているレタス3個なかなか食べられないですよ、ね、ということで、はい、駿河美人です、はいはい、ありがとうございます。